日本中の市町村、日本中の各都市、日本中の大都市、そこに住む皆様方、おはようございます。ますから。赤倉チューブでございます。赤倉チューブ。今日も自分のために気を送っております。皆様方におかれましても、ぜひともご自分のため、ご家族のため、また奥様のため、そしてお父さん、お母さんのために頑張っていただきたいと思います。そのことを日本を掲げします。日本が良くなれば、日本は私たちにフィードバックをくれる、尊い国の一つでもございます。まあ、金というものがあるよね。ゴールドなんだけど、金がね、まあ、良くない、よろしくない性質があるっていう人もいればね、それからその金があるということで浄化作用があるんだっていうような人もいるんだよね。この金というのはちょっと面白い性質があって、昔ね、そうだな、かなりの昔だな、金を買ったことがあるんだよね。川のね、表紙に金細工をしてみたいなと思って、金くださいってことで宝飾屋さんに入ったことがあるんだよね。その頃の金っていくらぐらいだったかな。多分200円、300円ぐらいだったかな。そのぐらいの金の価値だったと思うんだよ。そして金というのがね、結構手に負えないもんなんだなと思ったのは、まあ、要は非常に荒かったんだよね。24金を買ったわけなんだけど、確か10グラムぐらいだったかな。もう、大したあれじゃないよ。切れ端だね。金の切れ端であって、真鍮みたいな形をしてんだけど、こう折れ曲がってんのね。それでこう折りたたんであるんで、まあ、こぶじゃないけども、簡単にこぶ巻きみたいにできるような、柔らかいもんなんだよね。それで、ヘリの方がね、なんかね、じんわりとね、なんていうのかな、折れ曲がった時に、あ、そうだな、なんだろう、こう柔らかい金属が折れ曲がった時ね、鉛なんかが折れ曲がった時みたいに、ちょっとモロモロモロっていう感じになって、別に折れないんだけど、そういう具合なものだったよね。で、まあなんで金の話するのかなと思うんだけど、金っていうのはね、結構その、まあ、通貨とかそういうのが非常にその不安になった時というかな、信用をなくした時に、まあ、金というのが、まあ、一つの貴金属、つまり めったにね、取れないもんなんだよね。たくさん取れるようで取れない。例えば、まあ、山梨なんかでは、昔のね、温泉みたいなのがあるわけだけども、まあ、そこら辺っていうのが、まあ、隠し湯とかなんとか言われてるところにね、実はその川が流れてて、まあ、そのそばにね、例えば武田信玄なんかの頃の、まあ、金鉱みたいなものが、その奥にあるというようなところがあったりするわけだよね。で、その金というのは川の流れがこう川に流れてくると、淀みというかな、例えば草があると、その草はのへりをずっとこう水がなめていくわけだけども、そうするとその影になるね、その草の影になるところにこう集まったりするという性質があったり、するんだよね。だから今でもそういうゴールドハンターっていうのはいて、でそれを取りに行ったりするんだけども、まああまり効率のいい仕事ではないんだよね。まあ取れて、まあ、1日そうだな3000円、よくて3000円ぐらいかな、しか取れないっていう、本当に僕らね、もうちょっと憧れたことあってね。で、まあ、例えば、非常にね、奥地というかね、山の奥まで入っていって、ヒルとかいるのにね、そういうのを、ものともしないで、やっぱり川辺とかずっと探していって、そうするとね、キラ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 するのがあるわけだよ。これは金なんじゃないかなと思ってさ、それで、まあ、それを、拾ったりするんだけど、でもそれは違うんだよ。金じゃなくて大鉄鋼ってやつでね、キラキラしてるんだよ。キラキラしてて、まあ、水でも流れていれば、まあ、サラサラしてキラキラして砂金みたいな感じになるわけだけどね。
まあ、そういうものが、あったりして、まあ、紛らわしいといえば紛らわしい、そしてなかなか取れないもんだから、なかなか取れないからこそ人々は地道を上げてその金を、探すということにもなるわけだよね。で、まあ、ヨーロッパなんかだと、まあ、中世ね、どんどんとその、香辛料を求めて、海外に船出をしていって一攫、一つ儲けてやろうなんていうね、そういう人たちもいて、それがね、例えばベニスの商人なんていうのはあるわけでしょ。で、まあ金を借りて、そしてまあその金を友達から借りてなんていう人もいたわけだよね。友達から借りて船をね仕立てて、でその一気に儲けてやろうっていう人たちもいたわけだよ。そして帰ってこれなくて、途中でまあ座礁したとか、それから途中でね襲われたとか、あるいは、ナンパしたとかいうことで帰ってこれなかった人がいて、まあ、その友達に融資した人が、つまりベニスの商人というのにね、悪どい商人にこっぴどくやられるわけだよね、裁判所のところでね、まあ、金の代わりにお前の肉をその分切り取るということを言うわけだよね。そうすると裁判長が、要は、じゃあいいよ、その通りでいいと。ただし肉は取ってもいいけど血は一滴も流しちゃダメだというような判決をやって、まあその場をしのげるわけだけれども、そして、友達が帰ってくるんだね、その時にね。そして万々歳だね、ハッピーエンドで終わるようなのがベニスの商人なわけだけども、そういう時でもね、やっぱ金を求めて、行くわけだよね。そしてそのエルドラドというかな、イルダラドというか、そういうところに金を求めて、まあ、オブロっていうのかな、金のことをオブロっていうかな、それを求めてね、行くわけだよね。そして新大陸に行ってはその金をがめるというか、現地人の持ってる金をね、残酷な方法でね、全部盗み取って、そして自分の誇りのためにそれを盗み取ったものを、まあ、本国に送ると、まあ、その人間は非常に高い地位にも行けるということだよね。そして現地人をね、まあ、泣き者にしていくというような政策が取られたわけだけれども、そして、まあ、新天地を見つけると、まあ、そこで、働かせるための労働力がいるということで、まあ、その黒人をというその黒人も運ぶと。で黒人も、例えば嵐なんかに遭うと、もうとにかく満載して、黒人満載、とにかく動けない状態の黒人を満載しているわけだよね。人間扱いされてないから。でそういう黒人を呪術なくにしてね、船が沈んだら大変だからということで海に投棄しちゃうとかね、生きたままだよ。でそんなことも行われたみたいだよね。でその金というのはその時の貨幣経済の元だったわけだよね。だから金を求めたわけだよね。それがだんだんと今の経済にどんどん移り変わってきて、信用状というのが出されるようになるわけだね。本当だったら金貨とか銀貨とかいうのが信用なわけだけども、それではね経済回っていかないんで、一応信用取引ということで、出された、その紙切れがね、それが今の紙幣ということになるね。でその紙幣はまあそうだな、その国が強いとかね、まあ、軍事力に強いとか、そういうことになれば、まあ、その紙幣が通用するような形にもなってるわけだけれども、何の裏付けも今はないんだよね。要は経済力がある、あるいは軍事力があるっていうことで、それが、まあ、信用にはなってるわけだけれどもね。それでそれの、まあ、経済不安みたいな形で、それでもね、そういうものも信用できなくなってくるってことになると、まあ例えば銀行にみんながね殺到するとかね、お金の価値がねどんどんと下がっていくとかいうことになれば、そういうものをね不安が出てくるわけだから、
そういうものを買ったりする人たちが多くなるということだね。それでまあ、時々だから前ね、そういう金をちょこっと買ったことがあって、それでまあ、それ10万円ぐらい買ったのかな、忘れちゃったけど、4万円ぐらい儲けたんだよね、その時に売ったら。で、そのことをまだ俺覚えてて、それで時々その金価格というのを、まあ、見るわけだけれども、これはインターネット上に金価格っていうふうに打ち込んでもらえると、それが見れるんだよね。そして、その頃ね、2000いくらだったというのがね、実は今いくらだろうと。最高値がついたのが、5月の18日なんだけれども、6712円だよね。そしてね、乱高下をしてるわけ。一気に100円下がったと思うと、それがどんどん持ち直して、という具合に乱高下をしている。そして金価格だけじゃなくて、もう金はね、ここまで上がってしまえばと思ってる人がいて、それでプラチナあるいはその銀にね、移行してる人たちもいるから、その銀価格もそれからプラチナ価格も上がってきてはいるわけだよね。面白いんだけど、僕が金を買った時ってプラチナの方が高かったんだよね。プラチナが、確か3000いくらぐらいあったかな。4000に届くようなグラムだけどね、グラムそのぐらいの価格がしてたと思うよ。だけど今はプラチナの方が安いのかな。だからまあ割安感もあって銀とかプラチナの方に逃げてるのかもしれないよね。でこういうグラフを見てると、その経済がどういう具合に動いてるかとかいうのもちょっとわかるんだよね。例えばドルと金との割合とかね、それからそれだけではなくて、例えば元とそれとドルとの割合とかね、まあ、それから、まあ、日本の円とその円の価値というのはどのくらいに評価されているのかなというのがすぐに見れるわけだよね。そうすると円というのは結構手堅くまだ見られているということだよね。そして、その大体ドルとベックって連動してるよね、金価格っていうのはね。ドルが下がれば金も下がるみたいな形にもなってるけれども、まあそれがまあどのぐらい続くかはわからないんだけど、まあ金についてのね、思惑みたいなのがいっぱいあって、各国でまあ金をたくさん貯めたりしてたわけだよね。例えばドイツなんかものすごい金を集めたことがあって、それをそのアメリカの金庫に入れてたらアメリカが取り上げちゃったっていうのがあったよね。かなりのお金じゃないかな。ドイツはかなり金を貯めてたよね。そして今もかなり保有高持ってるんじゃないかな、金をね。だから EU なんかはやっぱりそういう具合に、中世のやっぱり大航海時代の記憶がまだ残ってるわけだよね。だから金が欲しいということで、結構それの方が力を持ってるなんて思ってる人たちもいて、そっちを持ってたりする。それから、中国もそうだよね。金を持ってようということで、特にね、中国関係の人たち、華人というのは金に対して非常に執着するよね。全てを金に変えたいぐらいな感じで、まあ香港でもそれから、東南アジアでもね、金の信仰っていうのがあって、そしてそれは華人がやっぱり金に対するすごい強い思いがあるということもあってね、金信仰が結構あるんだよね。でそのまあ例えば、まあ、僕らは例えばスマホ欲しいなんていうと、例えばアップルのスマホなんかだと、結構高いよね。15万ぐらいするの？あれって高いやつはそのぐらいするのかな？新品で買うとね。
で、まあそういうのが、まあみんな欲しいんだろうなと思うけれども、まあそういうのを欲しがれば欲しがるほど、まあ、お金の需要っていうのは必要になってくるわけだよね。で、まあどうしても欲しいなんて人が多くなれば、そういうものを買い求めたり、その後のね、あの通信業というか、そういうのがまあすごく発達することになるわけなんだけれども、そうすると、その需要としてはね、あの金というのは工業製品にも関わってくるんで、プリントされているものがいっぱいあるわけだよね。例えばあの宇宙なんかに行くと、あの行く、まあ、宇宙船、家具屋なんかで使われているあの反射しているものがあるけれども、外側で反射しているのはみんな金だと思うんだけどね、そういうものとか、あるいはメッキ関係とか、いろんなものに、ね、金が使われている。電動体というものに金が使われているという非常に安定した性質を持ってて、そして、まあ、黄水でないと溶けないわけだよね。酸の2種類、2種類の酸を、集めたもので黄水というのができるんだけど、塩酸と硫酸？違うか。硝酸、塩酸、硫酸、そのうちの、2つを使うと、そうすると黄水というのができるんだよね。でそれで溶かすということで、溶かしたものに対してもういらないものというのをこう排除していくことで純金が生まれてくるわけだよね。でそういう、まあ、テクニックがあるのと、もう一つのテクニックとしては非常に原始的なんだけど、水銀にくっつけちゃうというね、テクニックもあるんだよね。で水銀にくっつけた後で金だけ水銀にくっつけて、それで水銀を蒸発させるということで、大気汚染を引き起こしてるっていうところもあるみたいだね。そしてまあこの金の魅力ということで、やっぱり金を、例えばガーナみたいなところっていうのは、ただカカオが取れるだけじゃなくて金も取れるわけだから。でまあ、アフリカっていうのは結構そういうね、鉱物資源に結構恵まれてたわけだよね。だからそこに、まあ、そうだな、まあ、悪い業者じゃないけど、まあ、武器業者がね、両方の勢力を焚きつけて、それで戦争させるわけだよ。でその、金の資源というのをいつの間にかその業者じゃなくても、まあ、別の業者がねそれを奪い取っていくという形でね、その人たちはどんどん貧しくなっていくわけだよね。つまり分断させて、戦わせるということによって、非常に儲ける人たちがいるわけだよね。そして既得権にしちまうということでもあるよね。ダイヤモンドであろうと、それから金であろうとね、あるいはそういった、貴金属類だけじゃなくてね、いろんなものを、まあ、手中に収めようということで、例えば中国なんかが、まあ、ガーナなんかに、たくさんのね、そうだな、もう、食いぶちがなくなった人たちをどんどん送り込むわけだよね。その中には、まあ、ヤクザっぽい人たちもいるのかな。そして向こうに行くとね、そうすると何の許可も受けないでどんどんと掘り進めると。そして、持ってるのは、まあ、機関銃だったりするわけだよね。そうすると現地の人はしょうがないから、まあしょうがねえだなとは思ってるけど、まあ、反発するわけでしょ。そして、何かが起こった時は、その逆にね、その中国の人たちがそうだね、非常にね、悪い感情、悪感情を持ってた現地人に、まあ、処分されてしまうなんてことも起きるわけだよね。で、まあ、それ仕方がないといえば仕方がないんだけど、そこはね、ちゃんとお金を払って、そして許可を受けてね、そして現地の人の、納得の上でね、掘っていくというやり方をしなかったということで、そういうことにもなっていくとかね。本当にね、その採掘するっていうのは非常に秘密であるから、
だから例えば採掘、あどこそこでね、あの金が出たよっていう話までは来るんだけれども、そこが、そのうちあの話が立ち消えになるよね。あの話がなくなるんだよ。なぜかっていうと、それはまあ秘密の場所でもあるわけだからね。だから例えば、Google マップでね、まあ、今はどうかわかんない、多分そうだと思うよ。あのアフリカなんかずっと探していくと、あの黒いね、黒い、このぽっかり開いた穴みたいなところがあるわけで、そういうところってのは金鉱がある場所で、その場所を特定させないためにね、ある程度の広さのところが、見えないようにされてるっていうのがあるよね。まあそのくらいね、あの金っていうのが工業用品でもあるし、いろいろなね、あのプリント基板なんかにも使われるし、そして例えば宗教なんかでも、あの金で金ピカにしたようなね、あの教会とかあるわけでしょ、ね、あの一番持ってんじゃないかって、金を持ってんじゃないかって言われてるけどね、教会なんていうのはね。でもそのそういう教会なんかもあるし、またね、あのそういうのを好んで、あの欲しがる人もいるわけだよ。まあ、まあ一説にはね、あの宇宙人が欲しがってるとかね、なんかいろんなことを言う人いるけれども、だけどその金というのが別にその食事をするとかいうのに関わってくるものではないわけだね。一つの物質だからね。だからどこそこで金がたくさん取れたってことになったら、まあ、金は暴落するかもしれないわけだよね。あるいはそれを、まあ、あの教えないようにするっていうかな、そういう施策が取られるのかもしれないね。あるいは錬金術じゃないけども、昔からね、錬金術のもとっていうのはやっぱり金に変えたいと、鉛を金に変えたいとかね、そういうことから始まっているのが錬金術だとすると、それがまあ成功してね、その非常に重い金属だよね、金っていうのはね、ちょっとした金でもさ、グッとあの持つとグッってこういう感じよ。あのだからあの置いてある金を持ち出すのは結構大変だったりするわけだけど、例えば、千両箱っていうのはあるけど、あれをひょいと担いで持っていく人いるけど、あれとんでもなく重いんだよね。だって千両入ってるわけでしょ。千両の小判が入ってて、一つの重さいくらぐらいか、まあ、測定しないとわからないけど、それが千枚入ってると、まあ、仮定したらものすごく重いもんだよね。あのとても一人では運べないもんだと思うんだけど、それを、まあ、ネズミ小僧みたいな人がひょ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 いって担いでね、で瓦も割らないで、あのささささささっとね、あの屋根を走っていくのを見るとね、あこれはちょっと違うんじゃねえかななんて思うよね。そのくらいね、重い物質でもある金だよね。だから、その金がどうしても欲しくって、そして、それを集めてるのが、まあ、例えばアメリカっていう国があって、まあ、911っていう時に、まああのそのタワービルがね、崩壊するわけだけれども、それが崩壊するときに、まあ、地下に眠ってたって、あれはあの、銀行の役割もしてたからね、その金を、どっかに持っていっちゃった人がいるとかね、そういう話も聞くよね。ものすごい金が あそこにあったわけだよね。でもそれが、まあ、なくなってるわけだよ。でトラックで持っていったんじゃないかなんて話もあるわけだけれども、まあ、そのぐらいね、金の保有が、まあ、その一応国家の、まあ一つのね、力にもなってるということなんだけれども、日本はそんなに金持ってるわけじゃなくて、ドルを持ってるっていう状態でね、だからドルがダメになると、日本はかなりきついことになるということにもなるよね。ドルを買ってるわけだからね、結構、日本はドル債権持ってるよね。だからまあ日本はまあ金回りもよくできるはずなんだけどね。でもそれができないっていうのは何かこう枷があるんじゃないか。それがまあ国内の中にもその枷に相当する人たちが暗躍してると、それから国外でもやっぱり枷にしようとしている人たちが
やはり暗躍していると、それだけ日本というのは睨まれているし、それだけ、まあ、一応実力もあるんでしょうということにもなっているわけだよね。それはまあ一重にね、やっぱり国民は真面目だし、やっぱり何とかして窮地を脱しようっていうね、気持ちは非常に応一している、国民だから、だからまあ金だ金だってね、そんなに騒がないよね、うん、でもその、うん、その騒いでる人たちもいるわけだよ。そしてその金に対して競争局があってね、その混乱してるところがあって、例えば金というのはタングステンと同じ重さなんだよね。でタングステンというのは、まあ、昔はフィラメントなんかに使われてたのかな、あるいは超合金を作るときに、超合金を作るときにやっぱりタングステンなんか使うのかな、それはよく分かんないんだけど、要はそういう冶金の方では必要になってくるものではあるけども、金と比べると非常に安いから、その天ぷらっていうかな、構造っていうんだけど、要は中身はタングステンにして、で、外は金にするというようなことをインチキをやってね、そういうものが、まあ、日本の市場にも出てきたりなんかして、お信用できない国があるななんていうことを言ってる、場合もあるよね。で、まあ、見た目はね、99.999 か、パーセント金ということで、それで押してあるわけだけどね、だけど中身はタングステンで、重さは同じっていうね、重さだけは同じだから、持った感じはすげえずしっとして重いわけだよね。でもそんなことを、まあ、入れ替えちゃってね、本物の金と入れ替えて本物の金がくすねちゃうみたいな人たちもいるわけだよね。だからまあ金の競争局というかな、そういうこともある。まあ金にまつわる話はね、結構面白いものがあるけれども、人間の強欲というか、まあ、欲に関係してくるものでもあるよね。ただその安全な資産として考えてもいいかなっていうところもあるかもしれない。まあ金が買えるぐらいのね、まあそういう生活がしてみたいもんだけれども、そこまで余裕が、ないもんだから、まあ、どうしてもね、こうやって羨望の眼差しで、おお金上がってんな、すげえなつって、昨日よりも随分上がってんじゃねえか、おお昨日よりも下がってざまあ見ろとかね、そういう気持ちにもなるわけだけども、でもそういう、動向っていうのかな、株式の動向もそうだけども、こういう相場の動向、まあ石油が上がった下がったっていうのもあるよね。でそういう相場の動向なんかは興味を持って見てるよね。それは人間の営みの一つであるその経済っていうのがどういうふうにね、動いていってるのかっていうところを見るのにも面白いし、それから、まあ、今後どうなのかなとかね、想定するその一つの材料としてね、これがこのぐらい上がったら世の中こうなってんだろうなみたいな想定もできるということで、非常に金価格っていうのはそういう意味では面白いなと思っていつも注目しています。今日はね、とりとめもない話でした。金の話でございました。